それではですね、老元ファズというものを試してみたいと思います。ファズをですね使っている方はご存知かと思うんですが、ギターのボリュームを絞るとですね、独特のきらびやかなトーンが出るんですが、それを再現したエフェクターという非常に珍しいタイプだと思います。もう一方は、ブースターですね、トレブルとベースがついておりまして、非常に素直なブースターとなっております。では早速音を出していきましょう。まずは、スルー音からですが、アンプはフェンダーベースマン、ギターはフェンダージャパンのストラト、フロントピックアップですね。いきますね。で、ボリュームをちょいちょい下げますよ。ファズの原因をですね、上げすぎるとカリッカリ音になっちゃうので、まあ、ちょっとノイズも出ちゃいますけど、これちょっとこの辺はね、すごく辛いものがありますね。大体、2時ぐらいが僕的には好きです。で、これにブースターをかませるとですね、ブースターはブーストレベルとベースとトレブルがついてますね。もうちょっとこうオーバードライブっぽくなってきますかね。ファズの方はローゲインで弾いててもね、割とトレブリーな感じはしますけども、すごく弾きやすくて、僕的には好きです。小沢さんありがとうございます。